良い子の皆様、こんにちはなのだ。今日も実に楽しいお稽古でしたのだ。みんな大好き、お母さんと一緒のガラピコプーや、ブンパポン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 、パン。いつも先生が楽しいユニークなことをやってくれる、楽しいなぞなぞ。音符カードを活用して、楽しい音当てクイズをやってくれる。子どもたちは楽しいことやユニークなことが大好きですね。それでは今日もガラピコプーとブンバボンの2曲を続けて弾いてみますね。みんな大好きお母さんと一緒。それでは今日も、今日も上手に歌えたね。ご褒美シールをあげますよ。それでは。Thank you.
今日も実に楽しいお稽古ですよ。みんな大好きお母さんと一緒のテーマ曲、みんな上手に歌ってくれました。幼児期の導入は楽しいリズム遊びや音遊び、いろんな音を聞かせてあげることが導入には楽しいことですね。いつも先生が頑張って楽しいことをやってくれている。子どもたちはいつも知ってますね。楽しいなぞなぞ。赤開けて青開けない、青開けないで赤開ける。はい、これで100点ですね。それではもう一問いってみますね。青開けて赤開けない、赤開けないで赤下げない。はい、これも正解ですね。赤開ける、青開けない、青開けて青を上げない。はい、先生は100点ですね。今日も楽しいお稽古ですよ。良い子の皆さんも楽しみながらドレミの歌やおもちゃのチャチャチャ、お母さんと一緒のガラピコプーやブンバボンブンバボンブンバボンバンバボンブンバボンブンバボンブンバボンバンバボン、楽しむことが幼児期の導入には一番ですね。今日も楽しく先生に踊ってくれました。それではまた後ほど、バイバイキーン。ハヒハヒハ。こんなかわいいユニークな先生がドレミからリズム遊び、いろんな音当てクイズを楽しみながら教えてくれますよ。みんな大好きですね。継続は力なりと言いますが、ドレミの音名で楽しく童謡やアニメ、ジブリなどを歌うことが導入には大切ですね。タッカのリズムに合わせてスキップしてみたり、いろんな楽しみながら学ぶことがベストですね。それではバイバイキーン。ちゃんもみんな楽しく歌ってリズムに合わせて踊ってくれると嬉しいですよ。先生とのお約束も守ってくれるととっても嬉しいですね。良い子の皆さん、今日も何点が出るかな、お楽しみですね。楽しい色でリズムを刻んでみたり、カスタネットやお鈴に合わせて楽しむことが音楽の基本ですね。亀さんもかわいそうに手首を柔らかくして弾くのに最適なスクイーズですが、こんなになってしまいました。手首を柔らかく、スクイーズのように柔らかく弾いてみることがピアノの上達への近道ですね。バイバイキーン。